先日アンティーク好きな彼女とドライブがてら骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレゲエとか古着なのを好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。買うものは違えども、そのようなものが売っている店は同じなので楽しく店を巡っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンション上がったまま車を走らせていると、一軒のボロっちい店が目についた。ほ、意外とこんな寂れた店にお化けの九太郎ゴールドバージョンが眠ってたりすんだよな。浮かれる俺を冷めた目で見る彼女と共に俺は店に入った。コンビニ程度の広さのちんけな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンソフトなど、究極張り切りスタジアムが嫌がらせのように一本だけ埃をかぶって棚に置いてあるだけだった。もう出ようかと言いかけた時、あっと彼女が驚嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれたバスケットケースの前で彼女が立っていた。何か掘り出し物あった？これすごい。そう言うと彼女はバスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった正二重面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって外からは見えないはずのものが彼女に見えたのか。不思議な出来事はここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ、プレミアも？いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ確かに何とも言えない落ち着いた色合いのこの置物、オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は安かったら買っちゃえばと言った。レジにその正二重面体を持っていく。しょぼくれたじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですか？その時俺は見逃さなかった。じいさんが古本から目線を上げ、正二重面体を見た時の表情、驚愕としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になった。これね、いくらだったかな、ちょっと待っててくれる？そう言うとじいさんは奥の部屋、おそらく自宅兼に入っていった。奥さんらしき老女と何か言い争っているのが断片的に聞こえた。やがてじいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆる玩具の一つでね、リンフォンって名前で、この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど、じいさんがそう言って黄ばんだ汚らしい紙を広げた。随分と古いものらしい。紙には例の正二重面体の絵にリンフォンと書かれており、それが熊、鷹、魚に変形する経緯が絵で書かれていた。わけのわからない言語も添えてあった。じいさんが言うにはラテン語と英語で書かれているらしい。このようにこの置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まずリンフォンを両手で包み込み、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるがままにリンフォンを両手で包み、握るように撫で回した。するとカチッという音がして、正二重面体の面の一部が隆起したのだ。わ、すごい。その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい、パズルみたいなもんですね。言う、俺の継承もやってみたら。この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいのだが、トランスフォーマーという玩具をご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットにという昔流行った玩具だ。
このリンファンも正二重面体のどこかを押したり回したりすると、クマやタカ、魚などのいろいろな動物に変形すると想像してもらいたい。もはや彼女はリンファンに興味津々だった。俺でさえすごい玩具だと思った。それでおいくらなんでしょうか。彼女が恐る恐る聞くと、それね、結構古いもんなんだよね。でも私らも置いてあることすら忘れてたものだし。よし、特別に1万でどうだろう。ネットなんかに出したら好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったらお互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰り着いたら彼女から電話があった。ゆうくん、あれすごいよ、リンフォン。ほんとパズルって感じで動物の形になってくの。仕事中もそればっかり頭にあって手につかない感じで、マジで下手なテレビゲームより面白いと一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、写メールが来た。リンフォンを握っている彼女の両手が映り、リンフォンが突き出ている。熊の頭部のようなものと足が2本見えた。俺はよくできてるなと感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると彼女からメールが。マジで面白い。昨日徹夜でリンフォンいじってたらとうとうクマができた。見に来てよ、というふうな内容だった。俺は苦笑しながらも車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言ってたけど仕事には行ったの？つくなり俺がそう聞くと、行った行った、でもおかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど、と彼女が答えた。テーブルの上には四つ足で少し首を上げた熊の形になったリンフォンがあった。おお、マジすごくない？これ仕組みはどうやってできてんだろう。すごいでしょ、ほんとハマる。これ次はこのクマからタカになるはずなんだよね。早速やろうかなと思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ、明日でいいじゃん。それもそうだね、と彼女は言い、簡単な手料理を二人で食べて一回セックスして、その日は帰った。ちなみに言い忘れたが、リンフォンはだいたいソフトボールくらいの大きさだ。水曜日、通勤帰りに今度は俺からメールした。ちゃんと寝たか？その他もろもろあーだこうだ。すると、昨日はちゃんと寝たよ、今から帰って続きが楽しみ、と返事が返ってきた。そして夜の11時くらいだったか、俺が PS2 に夢中になっていると写メールが来た。タカができたよ、ほんとリアル。これ作った人マジ天才じゃない。写メールを開くと、翼を広げたタカの形をしたリンフォンが写してあった。素人の俺から見ても精巧な作りだ。今にも羽ばたきそうなタカがそこにいた。もちろん玩具だし、ある程度はデコボコしているのだが、それでもよくできていた。すげえ、あとは魚のみじゃん。でも夢中になりすぎず、ゆっくり作れよなと返信し、やがて眠った。木曜の夜、俺が風呂を上がると携帯が鳴った。彼女だ。ゆうくん、さっき電話した？いや、どうした？5分ほど前から30秒間隔くらいで着信来るの。通話をしても何か街の雑踏のざわざわみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえてすぐ切れるの。着信見たら普通番号表示されるか、非通知か、公衆とか出るよね。
でもその着信見たらカナタって出るの。こんなの登録もしてないのに気持ち悪くて。そうか、そっち行った方がいいか。いや、今日は電源切って寝る。そっか、まあ何かの混戦じゃない。ああ、ところでリンフォンどうなった？魚は？ああ、あれもうすぐできるよ。終わったらユウくんにも貸してあげようか。うん、楽しみにしてるよ。金曜日、奇妙な電話のことも気になった俺は彼女に電話して家に行くことになった。リンホンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成というふうに見えた。昼にまた変な電話があったって？うん、昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に非通知だったんで出たの。それで通話をしてみると、出してって大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた。やっぱ混戦か、いたずらかな。明日どうも一緒行ってみる？そうだね、そうしよっか。その後、リンフォンってほんとすごい玩具だよなって話をしながら、魚を完成させるためにいろいろいじくってたが、なかなか尾びれと背びれの出し方がわからない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかなとか言い合いながら四苦八苦していた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきた俺は彼女の家に泊まることにした。嫌な夢を見た。暗い谷底から大勢の裸の男女が這い登ってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ、助かる。頂上に手をかけたその時、女に足をつかまれた。連れてってよ。汗だくで目覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった俺はぼーっとしながら彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが大した原因は分からずじまいだった。そして話の流れで気分転換に占いでもしてもらおうかってことになった。市内でも当たると有名な猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っており、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話によると運よく翌日の日曜にアポが取れた。その日は適当に買い物などをして外泊した。日曜日昼過ぎに猫おばさんの家に着いた。チャイムを押す。はい、予約してた〇〇ですが。空いてます、どうぞ。玄関を開けると廊下に猫がいた。俺たちを見るとギャッと威嚇をし奥へ逃げていった。廊下を進むと妖魔に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。俺たちが入った瞬間、一斉にギャオと親の敵でも見たような声で威嚇し、チリチリに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると、すみませんが帰ってくださいと猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺はどういうことか聞くと、私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占っていい人と悪い人をより分けてくれるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺を見た悪夢をおばさんに話した。すると彼女さんの後ろに動物のオブジェのようなものが見えます、今すぐ捨てなさいとしぶしぶおばさんは答えた。それがどうしたのかと聞くと、お願いですから帰ってください、それ以上は言いたくもないし見たくもありませんとそっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が執拗に食い下がり、
あれは何なんですか？呪われてるとか、よくアンティークにありがちなやつですか？おばさんが答えるまで何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり、あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄の門です。捨てなさい、帰りなさい。あのお金はいりません。この時の絶叫したおばさんの顔が何より怖かった。その日、彼女の家に帰った俺たちはすぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙に包み、ガムテープでぐるぐる巻きにしてゴミ置き場に投げ捨てた。やがてゴミは回収され、それ以来これといった怪異は起きていない。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が紙とペンを持ち、こう言い始めた。リンフォンって RINFONE の綴りだよね。偶然というかこじつけかもしれないけど、これを並べ替えると INFERNO、 インフェルノ、地獄とも読めるんだけど。はあ、まさか偶然偶然。魚は完成してたら一体どうなってたんだろうね。俺は乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを俺は無意識に祈っていた。